ありがとう。こんにちは、ロクメガです。こんにちは、マジャポンです。こんにちは、アヤナです。今回は対戦のみの動画になる。珍しいね。俺なりに未所持のキャラの動画を作りたくてな。撮影は時間かかったが、まだ所持していないアイリスおよびコマンドミッションアルティメット X、 略してコマミソアルティメットと対戦する動画が撮れた。略しているはずなのにあんまり略している感じがしないの不思議だわ。元が長いからな。公式ではカッコ CM アルティメットアーマーと書いてる。通常のアルティメットアーマーをノーマルアルティメットとか書かないと区別つかないね。コマミソアルティメットにノーマルアルティメットか、語呂だけはいいかもしれないな。さて改めて言うが、今回はコマンドミッションアルティメットアーマー X と2回、ノーマルアルティメットアーマー X と1回、アイリスと2回戦う動画となる。間にノーマルアルティメットを挟んでいるのはなぜかしら。白熱したいい試合が撮れたので、せっかくだから実況込みで動画に入れてみた。対戦だといい動画が撮れるかどうかはかなり運が絡むし、捨てるのももったいないので動画にすることにした。白熱した戦いがおまけ扱いなのか。勘は旧大的なものと思ってほしいな。こっちはどういう装備で戦うのかしら。前回同様フルアーマーで戦うことにする。2つの武器も同じだ。ではそろそろ始めるとしよう。というわけでまずは1人目のコマミソアーマーだ。中武装って感じだわ。さあ見せてみろ、究極の力を。まずはいつものようにゴールドボーを倒してスピードアップアイテムを取る。セカンドじゃないから食らう必要もないんだよね。これで相手が動いてなかったら面白くないわね。いや、戦う気はあるようだ。今のところ見えないね。いや出てきたぞ。さあ相手はどう動く。なんかミサイル撃ってたわ。隙だらけだぜ。あれれー、なんだ、何もされなかったぞ。手加減してくれてたんだよきっと。できれば真剣勝負してほしいんだがな。おいマジかよ。弱すぎじゃない？アクセルやパレットの方がまだ手応えあったぜ。その二人も癖強いけど使いこなしたら強いキャラだもんね。接触したわ。信じられないくらい手応えなかったな。これで相手本気出してたらマジで悲しいね。もう一度戦ってみよう。さっきと同じ人だわ。さすがにコマミソアルティメットがこの弱さは納得いかん。リベンジしてもらおう。するんじゃなくてしてもらおうとしとる。かかってこいや。恒例行事。もはや行事か。相手も同じことは考えていると思うんだよな。ダメージは気にせずリーブレイダーを突っ切る。豪快なプレイだわ。さあどうなる。今のノバーストライクか。そのようだが全くあさっての方向に打ってたな。見たところあれ打ってる間は動けなさそうだわ。どういう調整してるんだよ。本当に使い手が下手なだけなんじゃね。できればその点で考えたくはないんだがな。怒涛のバスター攻撃。カメリオでも装備してたのかダメージ低いな。相手またノバーストライク打ってる。この光景だけ見ると本当に凄まじいんだが、おっと逃さねえ。なんか相手がかわいそうに思えてくるわ。ほとんど無傷の状態で見たて。おいおい本当にいいのかこの性能で。通常アルティメットより弱いぜ。通常アルティメット弱いのか。正直セカンドやフルアーマーの方が強く感じてる。運になかったことにしよう。いや無理だよ今更。信じねえ、俺は信じねえぞ。コマミソアルティメットがこんなに弱いだなんて。ショックだったのね。アイリス戦に移る前に通常アルティメットとの戦いをお見せしよう。例の白熱した戦いね。というわけでまずはいつものようにタコ倒して爆効果をつける。相手もこっちに向かってきてない。コース棒だぜ。お互いにチャージを打ち合った。接触した。相手はセクスセイバーか。あっぶね。間一発でかわしたね。今度はこっちの番だ。すれ違いざまにすごいダメージが。スコープバスターがいい仕事をしてくれたな。下に向けてスパイラル。すげえ、お互い間一発の戦いだわ。実力はほぼ同じくらいか。下手すればこっちもダンク削られそうだ。とりあえずザコ狩りして鉄壁に備えるか。倒しきれてないわ。そういうこともある。今のスパイラル全く当たってないね。後ろからだと
プラズマの残存効果か。運よくわかんなかったけどそうなんじゃないかな。残機の残りはイーブンだわ。お互い一つずつ残機減って振り出しに戻ると、とりあえず加速アイテムとして雑魚狩りしておこう。近づいてきたね。さあどう攻める。相手は上行ってるわ。いや危ねえ危ねえ。攻めてを緩めるつもりはないみたいだね。当たり前だが、セイバー系は近づかないとどうにもならない。その攻撃範囲外からこっちは攻めるまで。もらった。惜しい、倒しきれてない。だが今の一瞬で十分なダメージは与えた。次で蹴りをつけるぜ。また一歩リードした。戦いが白熱してるわ。正直今までで一番楽しい戦いになってるな。加速アイテム不要ならもらっていくぜ。さあ、相手はどう動く。かすったか。明らかに当たってなかった。無分別の攻撃範囲に入った。また並んだ。勝負は最終戦に持ち越されたか。この勝負どっちが勝ってもおかしくないわ。いや、これまでの戦い主導権はこちらが握っている。今までと同じようにいければ勝機はある。確かに最初に倒してるのはこっちだもんね。ライフはこちらの方が不利。まだだ、まだ終わらない。すげえ激しい攻防。これで終わりだ。やったぜ。白熱した戦いだったね。過去最高に楽しい戦いだった。ついに合間見えたな。彼女がアイリス。現時点での最強インフレキャラの力見せてもらおう。果たしてアニジャはアイリスに勝てるのか。正直なところ全く勝てる気がしない。ファーストアタックはもらった。インジェクターキャンセルやばい。縮小費が消えねえ。スリップダメージ強すぎじゃない。インジェクター系のスリップダメージは確かに脅威だ。だがそんなことより、何があったんだ。わからん、多分スキルにやられたんだと思うが。状況はこっちが不利だわ。あの対戦相手イモルキかよ。うおお嫌いが。は、早くね。まずいこのままでは。ちょっと、何が起こったの今。多分待ちさせられたんだと思う。どちら見直しても何が起こったのか全くわからない。一気も落とせないまま残機減らされてるね。どう戦えばいいんだって。とりあえず一人目ね。イモ戦法強いね。セカンドなら壁越しに炙り出せるんだがな。もしかしてセカンド X 使う理由ってそれ。その通り、イモられるのが嫌いでな。そんな戦法が簡単にできてしまう危険があるの笑う。決まったこの位置は。イモが強かったのかアイリスが強かったのか。インジェクターキャンセルだけならどうにでもなるが、これは別の人のアイリスだな。今度は勝てるかしら。さっきと同じ絵面にならないことを祈ろう。いつもの。ここコメントするネタなくなってきてない。正直なくなってきているな。毎回同じ内容だものね。スパイラル1は早すぎた。なんか超高速で飛んできてる。リリック放置か。それだけならどうということはない。何でやられた。多分普通に武器でやられただけかも。それだけなら立ち回りで対処できるはず。なんだこれは。嫌いが飛んできてるわ。攻撃が通らねえ。なんか硬いね相手。出てきたか。一気に勝負をつけてやる。何？今のは間違いなくスキルだったわ。マジで何がどうなってるんだ。スキルで連鎖的にダメージが入ったっぽい。俺の腕が悪いだけなのか、アイリスが強いのかわからん。正直見てる限りだとわからないわね。上から来るか。ライフが溶けた。意味がわからねえ。というわけでアイリスとコマミソアルティメット、それぞれと戦ってきたわけだが、コマミソアルティメットがあまりにも弱すぎるのに対し、アイリスは何をされたのかわからないほど強かった。本当に一瞬でライフが溶けていったわ。非戦闘インガーの強さなのに、主人公の強化形態がこのありさまって。正直信じられないぞ。いや、もしかしたら、どうしたアニジェ。あのコマミソアルティメット使いは、
癖が強い性能だったから扱いきれてなかっただけではないか。ということは、プレイヤースキルが上達すれば、あの火力を存分に活かす戦い方が開拓されるかもしれない。俺自身、あまり使われていないセカンド X の開拓に挑んでいるわけだしな。手に入れた先人たちによる戦い方の開拓に期待しよう。俺自身、ああいう癖の強いキャラは好きだしな。プレイヤースキルだけでアイリスちゃんの異常なスキル性能に対抗できるかしら。それは全くもってわからん。だが、なんとか弱点を見つけ出し、プレイヤースキルで勝利することを目指したい。特訓あるのみだね。次のランクマッチ戦が楽しみになってきたぜ。というわけで、今回はこの辺で、チャンネル登録、Twitter フォローを、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。良いロックマンライフを。良いロックマンライフを。